はい。皆さん、こんにちは。渡りくるみじです。では、今回は、帝都府の決断法バーブキット、坊の岬沖海戦ヤマトとコーリベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回までなんとかね、逃げに逃げ、しのぎにしのぐという形で、日本近海、沖縄、南シナ海、マレー半島と、4つの海域を死守している状況です。で、さらにですね、今、虎の子のね、反攻作戦ののろしを上げる、この超赤城、洋上基地型の超大型正規空母、航空機150機搭載可能型という、こちらの超赤城を建造中です。この超赤城の完成をもって、反攻作戦をね、開始していきたいと思うんですが、これがあと11周かかります。つまり、あと11周ね、しのがなきゃいけないと。ということで、11周しのぐために、逃亡型の駆逐艦ですね。海域を逃げ回る駆逐艦。あとですね、前回特攻型の潜水艦というのも、開発始めていますので、それらをうまく使ってなんとか逃げ切り体制を図っていきたいと思っています。で、一方ですね、アルミ資源が全く足りていないという中、レイテを見ておくと、レイテはですね、今スパイレベルが3マックスになっているんですけど、敵の航空基地はなさそうです。ただし、敵の空母、艦載機がご覧のように、合計200機以上、300機以上かな、入っているという状況なので、ここをね、まず攻略するのか、あるいは、同じくアルミの取れるマラカ、シンガポールですね、ここを取りに行くのかと、ちょっとここを思案しておきたいなと思っています。で、仮にですね、シンガポールマラカ海峡を取る場合は、敵の航空戦力400機、イギリス軍ですね。飛行場が3つで、ここに航空戦力が400機入っていると。これを考えると、確かにアメリカ軍の艦隊戦力むちゃくちゃ多いんですけど、うまく立ち回ってレイテを落とす方がいいんじゃないかなと思います。なので、当面の作戦目標を一旦レイテ沖に設定しておきたいと思っています。では、早速時間を進めていきましょう。まずは余っている、余っているわけではないですけど、お金を使ってですね、とにかく1日でも早く欲しい夜間の航空機、これの開発7000人使います。かなりの大金ですけどね、これを使っちゃいます。1日でも早く欲しいので、で、技術開発は薄く入れて、次のターンで、超大型正規空母、洋上基地型の2番艦として超加賀を作りたいので、一旦今回はね、お金は温存しておきたいと思います。では、時間を進めます。頼むから入ってこないでくれよ。入ってくるよね。それ入ってきますよね。南シナ海なので、アメリカ軍がレイテから侵攻してきたと考えていいと思います。投入する戦力。形状。三隻、いやー、駆逐艦神風危ないけど、投入せざるを得ないな。これを各海域に派遣しましょうか。もうとにかく逃げの一手あるのみ。了解。逃げて逃げて逃げ切ると。いうこと以外、考えられない状況なので、逃げ切ります。夜っていうのがね、基地と出るか、京都出るか。了解。とにかく今はね、戦力が投入できないという状態なので、なんとか逃げ切り体制ですかね。で、夜のうちは、もうどうにもならないので、このまま逃げ切りですね。で、南シナの飛行場はもう大破してますので、使い物にそもそもなりませんということを考えた上でも、このまま時間を進めて逃げ切りを図ります。では、時間を進めていきます。
逃げ切りましたが、まあ、敵に全くダメージを与えていないので毎週のように敵が攻め込んでくると思われます。マレー沖にも敵艦隊か。マレー沖に関してはどうなんだろう、航空基地が蘇ってはいるはずなので、いやー第二飛行場はダメだな。第一飛行場のみの戦力で逃げ切る体制と迎撃体制を整えるしかないですね。夜明けとともに出撃になっています。なのでまずは、索敵機ですね、これを飛ばしていきましょう。まあ、敵の入ってくる位置はおおよそ見当はついているので、敵の位置を見極めながら敵を発見次第爆撃機を、雷撃機だね。第一飛行場で持ってるのは雷撃機が23機、直縁が21、護衛が10、これを使っていきましょう。何？かすりもしない？かすりもしないか。発見したね。敵艦の位置はここ。ここまで届く？届かないよね。近づくまで待ちましょう。さあ、敵の大艦隊ですけど、空母がいなそうなので、いや、いるな。空母がいるね。フーリエス型の空母がいますが、まあ、なんとかなるでしょう。まあ、敵の空母を仕留めておきたいので、敵の空母を優先的に叩いておきます。いびきが敵艦隊に発見されたか。駆逐艦ひびきが敵艦隊に発見された、発見されたか。撤退行動に入るにはまだ早いな。一旦ここで耐えましょう。敵の空母を見つける、敵の空母を見つけるまで我慢。敵の空母は見つけられない、いるはずだぞ。いた。敵の空母を潰す。敵の空母さえ潰せば、まあ、一旦安心ですからね。あとは夜の間は耐えるしかないけど、耐えられるかどうかだね。夜の間、では時間を進めていきます。第一飛行場の大破、思ったより早いな。もうちょっと敵艦隊にダメージを与えておきたかったですね。はい、マレー沖も逃げ切りましたが、航空基地を、大破させられていますね。
レイテに派遣していたスパイが逮捕されています。で、特攻型の潜水艦。これはですね、単装ではあるものの魚雷6機。この特攻型の潜水艦、しかもね、航行速度が24ノットと、潜水艦にしては割と高速なので、この特攻型の潜水艦もね、建造を進めていきます。さらに、統合型の潜水艦、駆逐艦が2隻。これが竣工してますので、これも配備進めていきましょう。まずは、その特攻型の、いや、統合型の、駆逐艦ですね。いや、惨めではあるものの、この積み重ねが必ず勝利につながると信じて、逃げ切りのための策をね、惜しみなく打っていきましょう。で、南シナ海はね、ドックがあるのでいいんですけど、マレー沖に関しては、傷ついた艦隊は一度、南シナに戻して、南シナでね、修理をしてあげる必要がありますと。で、逆に修理が終わっているものに関しては、マレー沖に派遣すると。まあ、この入れ替え作業ですかね。では、今回は。洋上基地型空母の2番艦、超過側を作っていきましょう。まあ、この空母2隻がね、無事、建造が完了して、かつ航空機を満載できれば、必ず勝てる。ただ、そのためのアルミ資源がどうしても欲しいんですよね。アルミ。で、そのアルミを確保するために何をしなきゃいけないかというと、敵の艦隊をね、減衰させる必要があるので、今回は潜水艦を作れるだけ作る。レイテを奪取するためにね、何としてもこの潜水艦が必要になる。で、余ったお金は、今回は技術開発に使っていきます。で、物資援助は使い道のないオイルを送っておきましょう。さて、苦しい戦いが続くな。時間を進めます。おそらくまた南シナとマレーに敵が接近してくると思います。来るよね、そりゃ来ますよねと。ただ反抗するだけの力がないんだよね、今はまだね。ちょっと今回長門出しておきます。夜明けとともに出撃ですね。今回は飛行場が一部復旧しているので、まあ、その飛行場の戦力を使って敵にね、一撃を与えましょう。敵に発見されたら一旦逃亡。うわ、少ない。爆撃が19、雷撃が26。敵のおおよその位置はつかめそうだね。この辺りに敵の偵察機が帰っていくと思うので、そこに敵がいる。敵艦発
さあ、敵艦隊を発見。アメリカ軍の主力確認していきます。まずは SX 型の空母、ミッドウェー型の空母、インディペンデンス型の空母、これが配備されているという状態ですね。これに対して攻撃を仕掛けていきます。敵の位置を常に把握しておく必要があるので、偵察機を飛ばします。さて、敵艦を発見したら即座に爆撃隊を送りましょう。まずは敵の空母、直縁の数もえぐいよな。一撃でいいので敵の空母を一撃でいいので当てていきましょう。さあ、決死の覚悟でね、味方の爆撃機には飛んでもらいます。早いな、早いよ。そして敵の直縁に追い回された挙句、攻撃機が壊滅した。いやー、この数相手に戦うのは厳しいな。もうだって今すべてのね、あの航空戦力を一挙に喪失しましたからね。これ飛行場を直すのをもうやめた方がいい、そういう判断をした方がいいかもしれないですね。なんとか逃げ切りましたね。ただ敵に全くダメージを与えることができなかった。これはね、もうひとえに敵の直縁の数が多すぎでしたよね。第1第3第5艦隊投入してきていたようなんですけども、敵の直縁隊が多すぎて味方の航空機が敵艦隊に接触することすらできなかったと。まあ、直縁だけで228機だからね、敵は。むしろ、爆撃機とか雷撃機よりも、直縁の方がはるかに多い、この構成。で、護衛機も180機。いやー、味方とは雲泥の差だよな、これ。これがアメリカ軍の力ですかね。直縁が228、護衛が180。これに守られた艦隊や攻撃機はね、そりゃ戦果を上げてきますよね。特攻型の潜水艦を作りましょう。まあ、じわりじわりとね、アルミ資源も回復してきていますので、ここは耐える戦いが続くと思いますので、ちょっと皆さん退屈されると思うんですが、お付き合いをお願いいたします。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。